固まってんねん。ウインナー好きやねめっちゃ俺。めっちゃ好きやね。あ、一個ずつばらけてきた。油ひいてへんで。油俺嫌いやね。ふたしや。ふた。ふたないねんの。これちゃうやつやろこれ。これちゃうわ。これ。ふたないわこれ。なかなか溶けへんなこれ。溶けへんわ。あ、溶けてきた溶けてきた。来た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 。ほぐれたほぐれた。きたきたきた。ソースあるやん。ソースあるやん。これソースあるで。めっちゃ腹減ったわ。水入れない、入れないでしょ。嘘つくなよ。うん？水入れないでしょ。なんで入れるの？入れるん？ほんまかいな。ほんまに？味薄くなるんちゃうこれ。ソースの味火弱い。あー火が弱い。ほんまやほんまや。火弱かったわ。全然ほぐれへんもんこれ。これ賞味期限大丈夫なこれを見てないねんけど。一回見たら食えへんくなもんな。切れてたら。蒸発したらね。全然ほぐれへんわ。全然ほれよ。炒まったらソースね。全然ほぐれへんけど麺が。もうびちゃびちゃやねんけど水で。いやいやわこれ絶対水浸しやんかこれ。全然ほぐれへんわ。
蓋がないねんな、これ蓋が。蓋、あららららら。蓋がないねん。アルミ、アルミ？アルミホイル？アルミホイル？アルミホイルないわ。腹減ったわ。引けてんじゃんこれ。捨ててよ。なにこれ、え、なんでこれ捨ててんのこれ、なんでこれ捨ててんのこれ、強火、強火ね。もういいか。やべ、焦げてる焦げてる。火止めろ。いただきます。うまっ。感染つけてるよ。
うわー、延長チケットがもう売り切れたからいっぱい買ったのに配信しすぎな俺。食べたら薬になります。うまいっす、腹減ってたんでめっちゃうまいっす。パンパンです。一日一食っすね、最近全然食えねえ。あ、かつお節？いや、青のりだな。青のりねえのかな。青のり、青のり、白ごま、白ごましかねえ。青のりないんでないんだよ。低いな。青のり入れとけよ。いや、前はちょっと。弁償がないんですよ。前はあんま好きじゃないですね。うん、まあここで食べます。あの、あっちの部屋汚したくないんで。猫ちゃんとかもいるし、熱い料理じゃないですか。万が一猫ちゃんとかワンちゃんに焼きそばが落ちた時、責任取れないんでここで食べます。熱いんで。まあそれぐらいの責任感はあります。一応3人の命預かってるんで、だったら立って食った方がいいですね。何があるか分かんないんで。あ、ナイスアリです。
プラチナになりましたよ、皆さんのおかげでありがとうございます。あ、すみました、とんがりコーン、あの、しけてたっすね、あの、サクってないっすね、しなってなってました。食えないって、食えないって、二玉なんだけど、無理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 、食えないから、無理だって、無理だって、あっく、無理無理無理、無理です無理です、マジで、無理無理。もうね、僕40歳なんですよ。若い頃は食えたんですけど、もう無理っすよ。40歳っすよ、俺。20歳とかだったらいいっすよ。20年前とかだったら。食えないっすよ、そんな。おっさんっすよ、もう。もうガタ来てんすよ、いろんなとこ。もう3年ぐらいしか生きらんないっすよ、俺、マジで。いや、無理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 。何遠慮しないって。そういう問題ってないんだよ。もう入んない、物理的に無理だって。もうパンパンになって、胃が無理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 。お世話になってるの俺の方だから、俺の方だから、やめてよ、何を頼んだの。物にもよるけど、一口も食い、あの、手つけらんないかも。結構苦戦してて、結構苦戦してるんですよ今。ソーセージ入れちゃったな、入れすぎちゃったなって。投げないのって何が。いや、ウインナー入れすぎたわ、マジで。しんど。ネギしってのに。じゃあもうちょっとやめとく。 そんないいやつ頼んでくれたの。これちょっとキープしていていい。これキープでいい。ちょっとそんな高いの、嘘でしょ。あ、これは投げないです。これ焼きそばだから。なんだ、もっと早く言ってよ、じゃあ。早く頼んだよ、もっと、そんなの。それでしょ。
Thank you.